ございます。今日はパン屋を巡る会となっております。はい、ちょっと遠くの自由が丘から離れて都立大の方に来ました。タクパンです。パン、今日はパンを、入ってた、行きますか早速。そうですね、先生の大好きなパンを紹介していきますよ。はい、自由が丘近辺の大好きパン屋三選。どうしよう。どうしよう。この間は、この間何食べたっけ。この間はね、スパイシーキーマカレー。スパイシーキーマか。チーズロックとシナモンロック。シナモンロックにしたか。ショコラクロワッサンとクロワッサンと、ヤクモ食パン買った。食パン買った。なんかね、クリームパンがすごい、クリームがすごいいっぱい入って。美味しいと思う。これ絶対美味しい。萌えさんが言ってた。クリームパン。クリームパンだからちょっと食べたいの。うん、でもさ、メープルメロンパンも美味しそうすぎる。じゃあまずクリームパンを一つ。メープルメロンパンか。メロンパン。じゃあこのチーズパン。じゃあ僕ツナクラワッサン。ツナクラワッサン。発音。コーンマヨチキングラタンください。そっか。じゃあコーヒーロック。で。以上で。そう。わかんないね。シャボン玉が飛んでること。すごいシャボン玉が落ちてきてる。マシな絵。シャボン玉が出迎えるパン屋です。通常の演出ではございません。次行きますか。行こうか。ネクストパン屋は。美味しそう。こんなのなかった。うわ、パンスイスグラン。元祖パンスイス。これ絶対食わなきゃでしょ。これ何が違うの？ね、カスタードクリームチョコチップ。少し大きいサイズの。こっちが大きい。はい、元祖っていうのは最初はこの形だったって。最初はこちらの右側の形だったんですけど、いろいろしていく中でこっちの形に変わって。なるほど。お味は一緒なの？お味は一緒です。うわ、パンスイスシリーズこんなあったっけ。こんな、いや、いつも来るときさ、もう売り切れちゃってる、売り切れてるから。うわ、キッシュうまそう。梅色玉ねぎ、かぼちゃのキッシュもある。美味しそう。美味しそうだね。わ、次ココナッツチキンカレーがある。うわ、あ、これこの間食べなかったっけ。そうだっけ。うん、さあどうする。どうする。あ、あとさ、ここはクッキーも可愛い。メルシー。美味しいんですよ。メルシーか。クッキー可愛いね。わ、そうか。フランスパンっていうか、おつまみクッキーも美味しそう。見て、ビールもかわいい。じゃあパンスイスグランを1個で。飴色玉ねぎとアンチョビのキッシュ、エビとそら豆のグラタンを。わっ、くぅ、それも美味しそうだね。これ絶対美味しそうね。塩バター大納言。塩バター大納言、ありがとうございます。ありがとうございます。買いました、ね。買いました。二店舗ですごいそのパンが。どうするのこれ。どうやって食うんでしょう我々。1週間でゆっくり食べましょう。先生でも明日バルミューダトースター来ます。先生。明日昼だよね多分届くの。明日朝は。中。そっか、朝は使えないね。朝使えない。明後日からだ。じゃあ最後のおすすめパン屋。セリニューボニーで行ってきます。はい。
味しそう。食パン美味しそう。食パン美味しそう。ねえ。うわこれ。バルミューダトースターで食いて。で私が大好きなのは、本当にこれ皆さんマジで、はい、感動なの。感動？ブリュイフロマージュ。蜂蜜も入ってるんですけど、蜂蜜の入れ方が違うんですよ。これが美味しいんだ。本当に美味しかった。本当に感動した。これ美味しいパンは食べたことない。これはまたこの間食べた。あ、クロワッサンサレにしたのか。美味しそうだもん。パンオリーブいいね。うわぁ、ね、トロワショコラ困ったね。ちょっとここまでこの定番を食べてないから、クロワッサン、はい、どれがそれ、ブリューをフロマージュ、やっぱりどっかしらの店舗の食パンは行っとくべきかと思うならここだよね。大きさもちょうどいいし、うん、そう。うわあ。すごい。私一番好きなのザマンド。じゃあザマンド食おうぜ。半分。うん。これでどうだろう。これで打ち止めで。また来たら買おう。はい。きなこ揚げ。これが今日の収穫1店舗目、はい、タクパンです。タクパンです。混んでる途中に形が潰れたので、すいません。そこはタクパンのあれから評価から落とさないでいただきたい、うん。とにかく生地が柔らかいんだよね。こちらは柔らかさが特徴ですか。チーズパンとかも、私この柔らかいんだよね。ね、ふわふわ系の。ふわふわ系なので、なるべくすぐ食べてください。なるべくすぐね。はい。本当に種類がいっぱいあって悩むよね。毎回毎回。そしてやっぱ生地が美味しいよね、ここは。これが一番有名なのはパンスイス。そう、で有名なのパンスイス。こちら美しい。美しすぎないこの層が。こちらが、あ、これ。これちなみに普段はもうちょっと横に長くてちっちゃいんだよね。うん、こちらですね。はい、美しい。美しいパンスイス。この横の層やばい。美味しそう。美味しそう。これ本当に美味しそう。もうこのさ、キッシュを持ち上げた時のしっかり具合でさ、うん、もうサクサク具合が手から伝わってくるよね。今回我慢しました。かなり我慢した。3店舗行くとさすがに我慢。我慢っていう。我慢できてるのかよくわかんないけど。これ食パン。自由が丘食パン。自由が丘食パン。一番人気と。消化に委ね製法で。でもすごい中が、アーモンドプードルがしっかりたくさん入っててガサガサしてなくて、パン好きの思いがあふれるパン会です。はい、どうしようかな。うまっ。玉ねぎも甘いね。うん、ホワイトソースですか。うん、美味しいね。美味しいね。じゃメロンパン。メロンパン。皆さんにご紹介はできなかったメロンパン。うん。
っごい美味しい。そういう食感というか、じゅわっと一口目の味のバターかい、うん、しみしみのバターがじゅわっと口の中に広がるメロンパンですね。バターもさ、バター自体が甘すぎないじゃん、うん、ちょっと塩味、塩味もあって、これは超絶人気だわ。これ食べきりたくない。私このツナちゃん、じゃあツナ行こうか、うん、ツナはタクパンか。タクパン、ツナもタクパン、このデニッシュ、デニッシュ系だ、ね、人気の。いただきます。うん、タクパンやっぱうまい。美味しい、生地美味しい。しかもこのツナが持ってる倍口に広がる、うん、やっぱすごい量、結構しっかりありますね、うん、量。うん、ザマンド行こう。ザマンド、これはセティヌボニー、セティヌボニーでのザマンド。ちょっとさ、これ 見せたい、このちょっと待ってください。断面見て、このアーモンドプードルの量。ザマンド好きはここがやっぱ一番好きだと思うんですけど、うん、うん、おいしいねこれ。うん、うん、ちょっと大満足すぎる。全部うまい。全部おいしいね。一番は決められませんな。うん、全く違うジャンルの、そうだね、それぞれがすごい美味しい。うん、アーチ、あー大丈夫、アーチ、匂いで、ああ香りがいい。このバター染みてる感じが。いただきます。いってらっしゃい、うん、やっぱりいいね、うん、王道。うん、美味しいね、やっぱなんとかダイナゴ、塩パンダイナゴ思ったより小豆が出る。うん、こぼれ落ちてくる。よーし、いただきます。うん、しょっぱい、おいしい。ほんとだね、うん、甘じょっぱい感覚を。つながっちょ、チーズブレッドとクリームパン両方ともタクパンのだね。タクパンいただきます。うん、うん、普通にうまいってやつ、ね、おいしい。チーズすんごいわこれ、うん、プリップリのチーズだ。おいしいね、うん、ちぎってみます。クリームすごいね、うわ、口いっぱいのクリーム、うん、こぼれそう。
玉ねぎと何の機種だっけ。なんて玉ねぎと何の機種だっけ。アンチョビやん。アンチョビが、うん、アンチョビのこの玉ねぎの甘さにアンチョビのしょっぱさ、うん、最高。おいしい。甘じょっぱさがあっておいしいね。これ伝統のパンスイスどうですか。うん、今日はじゃあどっちももん飲むか。うん、そうになりまくってますね。こうやって切ると珍しいかもしれないけど、うん、うん、チョコの量はそんなにだね。うん、うん、この生地の美味しさを存分に。やっとツナコーンピザと、うん、ピザじゃないや、ツナコーンパンと、うん、ドライイチジクと、ドライフルーツと、ドライフルーツと蜂蜜のパン、クリームチーズ。ちょっと焼きすぎちゃったかも。焼きすぎた。こっち食べた。うん、よし、俺も食べてみよう。うん、あ、うんふん、うんふんふん、うんうんうん、もう一個焼けばよかったね。え、うん、少ないでしょ、うん、すごい断面まで来てるじゃん、うん、すごい、やっぱ量が多いね。これはタクパン、タクパン、うん、こんな甘さすごいよこれ。すごい、おいしい、おいしい。これで残るはあと食パンと、うん、それ最終日です。うまそう、うん、ね、うまそう、うまそう。久々あとピッてやってから、はい、途中もうあと1分半焼いてますんで。そんな染み込んでんだ。割と染み込んでます。うわ、これちょっとそのまんま一口いったのかな、うん、一回行きたいよね。おいしい、おいしい。意外とさ、うん、しっかりもっちりむっちりした生地、むちっとしてるね。そうなんだけど、周りが結構イギリス食パンっぽい、あ、はいはい、こうサクッとした感じがあるから、本当に外サク、中もちみたいなのが。ピーナッツバターでいってた。これは先生の地元の秦野、秦野の名産。うん、もっといっぱい塗りなよ。え、うん、これで食えばいい、うん、いただきます。うん、軽いぞ。いただきます。はい、ピヤピヤ。うわ、すごい音する。うん、週は1週間これで、うん、パン祭りでしょ。パン祭りでしょ。中華丘の名店たち、うん、満喫。ご紹介しないパン屋もたくさんありますが、本当だね、私たちの参戦をお送りしました、うん、皆様ぜひご愛ください。ありがとうございました、うん。